おはこんばっちー、ハーチチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじいの続きやっていきたいと思います。特能がだいぶついてきたんですけれども、今つけたいのは守備職人、そして意外性、そして早球、何よりも金徳ささやき戦術ということで、ささやき戦術ね、前回本が破れてしまったので、また今回のパート買ったりしてつけていきたいと思います。では早速試合行ってみましょう。さあ一気に6試合回すぞ。さあ4番おじい、はい、では行きましょう。さあまずはランナーなし、絶好調か相手は。よっしょっと、アウト。いやーうまく当たりすぎたな。もっとね、根っこでうまくポテンさせたい。さあ来いや。よっとダメやダメや、初球打ち、ミートが大きいからね、初球だとね。さあ意外性ついてるんで、意外性じゃない、逆境、オッケー、逆境があるからパワーが上がってると思って強振するのだが、上がらん。おこれは狙いたいぞ。おい、牽制アウトはやめてくれよ。さあ来いや、エボル。さあここで打ちたい、ヒーローになれ。よっしゃー、4-2、これはヒーローになれるか。さあどうだ、おじいナイス、お勝ち、これはヒーローじゃない。4-2打てたからいいんだけど、打点も上げたからいいんだけど、せっかくだったらヒーローになりたかったよな。いやーよく打ってよく打った。さあ調子もねどんどん進んでいくから。さあ今日は俺のおごりだ、イエーイ、いきます。野村さんのおごりの飯はうまいぞ。さあ次、能力研究所かな次。あ新しい外国人な、オッケーオッケー、能力研究所に行って寄付します。合計1億円寄付しないとあれなんだよね、金徳ミッション来ないので早めにやりましょう。ではでは試合、おっとライバルの柳さん、いや打ってやるぞ、おじい頑張れ。はい、では行きましょう。さあチャンス、野間さんだったら戻ってこれる、サクチェね、オッケーオッケー、見えてる見えてる、サクチェ縦すらドロップカーブかな、おっとし追い込まれた、うわーボール球だったな、やべチャンスでも打てるようにならないとほしい。いやその後はなかなか打ててないのかチーム。さあ来い、まあ、とりあえず1日1本できれば2本打ちたいところ。サクチェがちょっと厄介だね、どうよどうよ、ドアーともや、いやーうまく流していきたいのにな、あーやべやべやべ。さあここはちょっと狙ってみるか、うーわ第2球打ちました、ピッチャー返し、やべえ、もったいない、ちょっと打ち急ぎすぎたわ。もう一回もう一回、さあ来い、チャーチャー、超える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 、オッケー、2打点、よしよしよし、4-1だけど2打点上げたから OK でしょう。さあどうだ、まだあるよまだあるよ、もう1回行こう、うわっ 5-1 か、これちょっとやばいな、いやー1アンダーもう1アンダー、おマジで、あざっす、まさかの勝利。え9回2アウトから3点4点取ったってこと、すげえじゃん。いやーとりあえずねおじいもねタイムリー打てたからよかった。お早球の経験値そろそろ上がるんじゃない、早球 A になるよ、うえい給料で1000万、やべえじゃん。
いや、ゴルフもやるからね、おじいはね。ちょっと遊園地行こうかな。いろんなところに顔を出してレベルを上げていこう。イエーイ。え、20両ただ？そんなことはないよな。よしよしよし。では第3戦。打率が5割を切ってしまった。打つぞ。またライバル。あ、違う。え、なんでさ、なんでなんで。頑張ってくださいね。いやー、彼女が感染か。いや、アナウンサーです。きっと仕事です。名古屋ドームです。では行きましょう。2回の表。さあ、あー、見てる見てる。照れちゃうな、これは。スラーブね。投げました。うおっと、京田さん守備範囲が広い。これでワンアウト、ランナーはありません。え、なんで名古屋まで来たん。ゲームは中盤4回。これは恥ずかしい用事。打てないよ。スラーブな。スラーブとなんだろうな。1球目ストライクから第2球打ちました。よし、これは落ちる、これは落ちる、落ちろ落ちろ落ちろ、落とせ。これでワンアウト、ランナーはありません。ああ、もや、なんか1日1本もやにフライを打ってる気がする。うわー、作者か、負けてるしな。オッケー。いやー、1日1本よ、軽い球か。うわ、作者が厄介。いやー、作者が厄介。やべえ、完全にやられた。ここでホームランで。やべえやべえ、おじい完全に目をつんだ。つらいっすね。あそこでホームランを狙ったんだが、おじい打てばね、逆転スリーランだったから。まだまだですか。いやー、今日は残念でしたね。おじいさんなら次は活躍できる。あ、評価下がっちゃった、マジかよ。いやー、彼女が見てる試合で打ちたかったな。さあ、広島に戻ってきて阪神戦、次なりきりプレイいきましょう。いや、広島の時に見に来てよ。お、ライバル、お、秋山さんや。オッケーオッケー。さあ打ってやれ、秋山さん。さあ行こう。さあおじ、第1打席。いやー、打率下がっちゃってるからな。秋山さんってなんだっけ、チェンジアップだったっけ。うーわ、ボール球、ボール球だよ完全に。どうした、おじ緊張してんのか。さあ軽い球、カットボール。さっきのクソボールだったもんな。そこいや、ナックルカーブ、ナックルカーブ厄介だね。教えてー、超えない。誰だ、中田、中田だね。ファースト中田賞取ってるね、阪神は。よし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 。いやー、とりあえず1本出たよ、よかったよかった。負けるー。もう1本もう1本。さこい。いやー、なんであんな、悔しい悔しい。負けたー。秋山翔吾さんが決勝ツーラン。いや、阪神中田翔も取って、秋山さんも取って、どんな強化や、せこいぞ。いや、広島に誰かいたっけ、 FA できたっけ。あ、てかさ、前剣も阪神だったよね。どんだけ強化したんだ阪神。通常プレイいきましょう。さあ行きましょう。とりあえずヒット。なんだこのピッチャーは、初めて見るぞ。バルフォア、フォアボールになりそうだな。スクリューね、スクリュー絶好調の AA150 オーバー、すげえじゃん。チェンジアップか、チェンジアップのスライダー、スライダー系はまあそんな全体的に変わらないとして、よっしゃー、タイムリー、ツベスツベス、ダメか。オッケーオッケー。
さあもう一本いっちゃう。ツーアウトランナー一塁という場面で、これは落ちる、超える、どうだ、左中間へのヒット、ボールが点々と転がって回れ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 、回った回った回った、2打席連続タイムリー、よっしゃー、ナイスラン、オッケー。さあもう一本いっちゃう。いやーこの前の試合2個前かノーヒットだったからね、アウトか、頼むぜ。いやまたタイムリー打ちたかったのにな。チェンジアップを狙ってみよう。分かってたぞチェンジアップは、なぜ手を出さなかった。危ねえ。さあ来いや、ボールボール、しっかり見てって強振で、おい分かってたぞ。スクリューやだな、やべえ、チェンジアップ、チェンジアップ。まだ投げるか。先頭バッターは G、 今日はここまで3打数2安打1三振。いや三振が増えてきたな。チェンジアップはボール、オッケーオッケー、しっかりと見て投げました。いやー正面か、上本ダイレクトでボールを使って、上ポンワンアウト。いや来た、サヨナラのチャンス。タイガース外野は浅めの守備を取ります。浅め、じゃあ頭を越すように強振でいきましょう。第2球、いやー多分普通の単打じゃ外野前進だから戻ってこれない。構成構成構成、糸井さん、やばい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 、最後か、ここまで2安打 G、 初球チェンジアップ、やばい打ちたい、さよなら打ちたい、どうかどうか打たせてくれ神様仏様おじい様。おダメだ、全然タイミング合ってない。これさっき打ててたら頭越したんじゃないかな。ダメですね、打てなかったっすね。6の2か、まあまあまあ2打点ですからね、そんな悪い内容ではない。さて今回のパートやりたかったことがあります。商店街で不動産屋、各パート1個ね見せ場を作らないとと思って、家をおじい買いたいと思います。まだ全然足りねえじゃん。まあまずは賃貸でいいか、まずは賃貸を買って後々ね大きくしていきましょう。金なんていくらでもだよ。あ出た、大量です。いやーじゃあねおじい、お世話になりました。いやショッピングモールでいつもの枕、いいじゃんいいじゃん。そうかこれで回復量も増やせるんですね。ついにおじい家を出る。まあそしてその後はねどんどんと、デートをしていって結婚。さあ行きましょう。さあ打て打て、藤波くんか。いやー球押してくるね。ういてーお藤波くん、なんだよ見せ場ここでもあるじゃねえか。サムネどこにしようか迷っちゃうじゃん。おラッキーラッキー来た中田翔アザス、ラッキーヒット。いや今普通にアウトだったよね、何もしなければね、セカンドゴロで。いやー助かるわ。さあ来いや、あダメだ球が上がるね。これでツーアウトランナーありません。さあもう一本打ちたいところ。さあ来い、あー藤波くん変わっちゃったな。これ超えるんじゃない。あー秋山翔吾マジか、やられたぜ、負けた好き。はい、いやー3打点ってことはウェポンが1人でね、あー体痛い痛い痛い、藤浪君に当てられて、あ来たー送球 A。
ついに送球が上がりましたということで、今までこの精密グラブ SP 使って送球プラスだったんですけども、今度からはこちら鉄壁グラブ SP 守備力経験値プラスプラス、こっちをつけていきたいと思います。まあ、今日のパートはもうここまでになるんで、お出かけで、あ、食事がびっくりついてますね。ワンランク上がるのかなこれで。お、アンターか。さあレベル2になりの、また募金してあげましょう。500万。さあこれでね、青玉の木早く成長すると嬉しいですね。あ、なになになに、ちょ、アシスタントに選ばれたんです。街ロケなど、あ、うーん、めっちゃ言われてる、めっちゃ言われてる。おじさんが好きそうな以下省略。変身するよそりゃ。疲れが溜まった。いい。もう彼女第一ですよ、おじいは。ね。彼女というよりも、介護士をね、しっかりと育てていかないとな。さてと、学校行ってみようかな。追い出されちゃうかな。あ、夜の学校か。帰って休むことにした。そうかそうか、昼間じゃなきゃダメか。ということで、このパート、終わるかな。そうですね、昼間だったらいけますね。学校レベルが上がれ。さあカープの選手や二塁手の人、名前は？おじー。いやー、いいね。学校のレベル上がったら何かあんのかな。学校の CM とかないよね。ということで今日はここまで。現在広島3位ですね。おじい打率4割全然いってない、これから、まあ、打点は相当稼いでるか。これからも、おじい頑張っていくので、これからもご視聴お願いいたします。ということでバイバッチ。